まあ、欠けちゃいましたね。本当は野球になりませんね。はい。はい、だけれども、大谷監督は貯金があるので、若い人を試すいいチャンスだと、そういうふうに言ってました。今日はオールジャパンで戦いますというご覧のオーダーです。島田、山崎の先発で始まりました。1対1の同点で迎えた3回です。この回の先頭バッター、新庄が行い、やっぱり点取りましたからね、はい、まあ、取られるのかなという嫌なムードですね。ノーアウトのランナーです。さあ、2番の藤、ここは送らずに強打。これがなんか僕はものすごく引っかかったことなんで、後でゆっくり話します。そうですか。石峰、ライトフライで2アウト。続くグレンもセンターへの平凡なフライに終わりました。この回ノーアウトのランナーを返すことができませんでした。阪神先発は山崎です。その裏、先頭バッターの石井がツーベースヒット。プロ入り初スタメンの川端が送ります。この辺り対照的ですね。はい、そうなんですね。もう一球ずつ取りに行こうという野球ですからね。はい、ランナーとランナー三塁。さあ、ここで鈴木、ライト線へのツーベースヒット。石井がゆっくりとホームイン。最近にもヒットが出まして、ワンアウト三塁一塁。5番に入っています高山です。警察崩れの間に鈴木が入りまして、この回2点を挙げました。中盤1点差に追い上げられた横浜です。ピッチャーは2番手の島田、先頭バッター進藤が出塁。そしてトップに帰って石井です。石井がよく引っ張ってました今日は。はい、センター前ノーアウト2塁1塁。さあ、ここで先ほど見事な送りバントを決めました川端。キャッチャーが取って一塁ベースカバーのセカンド星野へ投げたんですが、これをエラー。記録は犠打エラーです。辛坊がホームインで4点目。この後ワンアウト三塁二塁となりまして、ピッチャー交代。ところがこの林がワイルドピッチをしてしまいます。ガタガタになっちゃいましたね。本当ですね。この回5点目。結局島田五十嵐のリレーで横浜は3度目の3連勝をマークしました。阪神は10敗目です。明日のメンバー、阪神が送りバントをしなかったところが私どうも引っかかったとおっしゃったんですが、はい、これはどうでしょうか。そうですね、こういうメンバーの時はね、はい、逃げるが勝ちのような野球になるんですよ。だから追うのは辛いんですね、ですからあれが阪神が丁寧にバントして点につなげてくる野球をしたら、なかなかこれは手ごわいなというね、気を抜かないなっていう威圧感が出るんですが、それで失敗してくれたんで安堵感があって、バンと点取ったらそれからもう逃げる一方になるんですね。だからチャンスなんかそうあると思わないで、丁寧にやろうなということを教えたようなゲームでしたよ。勝つためにはプライドよりも貪欲さと、そういうことですね。はい、豊田さんと松倉アナウンサーです。お願いします。はい、春が戻り、ブラックスが戻り、ようやく出席率も良くなってきましたね。だいぶいい制度が出てきました。はい、先発ピッチャータイガースが隔離です。その隔離のスタートを激しく捉えました横浜。春がヒットで出塁、川端を送って、そして石井です。風引きの多い中でね、石井がよく引っ張りましたね、はい、本当によく引っ張った、はい、ワンアウト三塁一塁。さらにブラッグス歩いて満塁で佐伯のボテボテついてますね。この辺りついてるんですよね。あっちの方向へ転がったらそれは点になります。春ホームインで横浜先取点です。なおもランナーを残して駒田。駒田の特徴知ってるんですかね、はい、高めのボールと言いますストライクゾーンなんですかね。石井、ブラッグスとホームインでいきなり3点を取りました。乗っています横浜ベンチ。ご覧のように3対0で迎えた3回です。ワンアウトランナー3塁2塁。そして駒田とは勝負を避けました。そうなんですね、ええ、こっちの方が怖いと思いますが今は、ええ、はい、当たっている谷繁です。さあ、2エンド2からのこのカーブを投げたのに足りますね。はい、片打ちですけどね。しかし当たり屋ですしね、今伸びてますから。はい、石井ホームイン、2アウトとなりました。さあ、そしてランナーを残してピッチャーの三浦がバッターボックスに入ります。初球ストレート、打球がぐんぐん伸びてレフトの頭上をオーバーしました。もともといいんですけどね、それと相手も油断したというのが相まったというかね。はい、ブラッグス、駒田、谷繁とランナー一掃です。今日の三浦は3安打4打点どうですか。スローでやるのは2人目なんですね今年ね、はい、そうなんです。あ、そうですか、はいはい、3回にして7対0です。呆然とする藤田監督。さあ、ピッチングの方どうですか。そうですね、ピッチングはそれほど走ってるなとは思わないんですが、
丁寧でしたしね、はい、ここというところ力込めて投げてましたね、これは4回です。はい、今井玉そうですね、はい、藤井平塚と凡打にとって、さらに6回です。これをご覧いただきましょう。誠、まあ、必死にね、ノーヒットなもんですから、はい、当てて、その後代打出すんですけどね、ボール振らされるし、そして、ね、新庄、なんかバッティングが大きいっていうかね、嫌なムードが漂いましたね、この辺でね、はい、さあ、ここでスコアボードをご覧いただきましょう。タイガースは0が並びます。そしてヒットも0です。フォアボールが1つだけ。そして回は7回となりました。打つんだったら9時当たるかなと豊田さんが言ったんですが、それぞれから打ちました。この人は引っかかっちゃうんですけどね、当てに来る人というのはこういう時に止めるんですよ、はい、これがタイガースの初ヒット。三浦は7回に1点を許しましたが、最後まで力投を続けまして逃げ切りました。今日は斉藤、森田を後ろへ回して万一の時の保険をかけたけれども、掛け捨てに終わったと4連勝の大谷監督。ヤクルトは4回、2アウト3塁2塁から先発ヤブを攻めます。1番佐藤、この日2個目のデッドボールで満塁。野村監督がヤブと相性がいいとスタメンに起用した飯田、期待に応え走者一掃のツーベースヒット。ヤクルト久々の先制点です。先発山部は尻上がりに調子を上げ、阪神打線を5安打に抑えシャットアウト。ヤクルトは今シーズンチーム初の完封勝ち、連敗を4で止めました。ヤクルトは打線が3対1と逆転に成功しますが、4回に先発の宮本が捕まります。ランナー1人置いて檜山、うまく合わされ4号ツーランホームラン、同点に追いつかれます。しかしその裏すかさず打線が後押し、二塁にランナーを進め飯田、先発ゆくねを送りバントで揺さぶります。それが内野安打となり三塁一塁のチャンス。ここで打席に入ったのは逆転打を放っているオマリー。打線の牽引者は復活を予感させる2号スリーランホームラン。ヤクルト6対3と大きく勝ち越します。さらに6回ワンアウト満塁で再びオマリー、走者一掃のツーベースヒット。ヤクルト打線は攻撃の手を緩めません。この回打者一巡の猛攻で一挙5点を入れ11対3と阪神を攻めまくりました。